阿部智弘は、福岡県北九州市出身のプロ野球選手、宇藤左田、広島東洋カープ所属、小学校2年から野球を始め、中学では、小倉バディーズに所属し、2年の時に俊足を生かすため、左打ちに転校した。福岡高大上登校に進学すると、2年時に、レギュラーを獲得するも夏の甲子園では怪我で、ベンチ入りに止まった。3年の夏の県大会は、 足の故障で1回戦はベースコーチを務め、2回戦から不慣れな外野を守るも、その2回戦でチームは敗れた。全国的には無名ながら、高校屈指の内野手として評価され、12、球団すべてのチームから調査書が届いた。2007年10月3日の高校生ドラフト会議で、唐川優己の抽選に外れた、広島東洋カープに一巡目指名を受けた。 11月11日に契約金7000万円、年俸600万円で仮契約、背番号は60、2008年はファームで49試合に出場、打撃は打率2割とやや苦戦したが、投類9個、ギガ10個を記録した。守備も2軍内野守備、総類コーチだった岡義郎からの指導と練習で成長を見せ、フェニックスリーグでは全試合スタメン、周期キャンプでも、 主力選手中心の日南組に抜擢された。2011年6月6日、代打として1軍初出場し、2軍では、投塁王。2014年は1軍では3試合に、出場、2度目となる2軍での投塁王を獲得し、1度目の受賞は嬉しかったが、今回は、悔しい気持ちが大きい。自分がまだ2軍にいるということなのでと述べた。2015年は26試合に出場し打率。 243、終盤では三塁手としても出場する。2016年は、シーズン当初は、打率0割台と不審にあえいだものの徐々に調子を上げ、5月8日に、猛打賞を記録し3割に乗せた。主に相手チームの先発投手が、右投手の場合に三塁手として、スタメン出場し、スタメンを外れた試合でも、代打や守備固めからの出場機会を得た。 最終的に自己最多の115試合出場、6本類打33打点、基礎数は7ながら、投塁成功率100%を記録し、飛躍のシーズンになると同時に、チームのリーグ優勝に貢献した。打席での安倍2017年は123試合に出場し、自身初の規定打席に到達、打率、3 1 4本類打49打点、 17投類を記録した。11月22日に、背番号が6に変更されることが発表された。2018年は3シュのレギュラーとして、開幕を迎えたが、6月14日の時点で、打率1割7分9輪と、深刻な打撃不振に陥り出場選手登録を抹消された。その後一軍に復帰したものの、8月5日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、 守備補給の際に、右手中指を骨折、どうなのかに、再び登録を抹消された。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは、全試合に先発出場し、第3戦で、鈴木誠也と共に2本塁打を記録。1試合で2選手が2発を放つのは、日本シリーズ史上初の快挙であった。走行手3拍子揃った大型内野手、高校通算39本塁打。 遠投110メートル、50メートル5秒8、高校時代の監督からは真面目で素直な性格と評されている、同級生である東京ヤクルトスワローズ投手の北に、両兵は小倉バディーズ時代のチームメイトであり、互いの出身中学も学区が隣同士であった、広島で後々同僚となる野村雄介は同じ青年月ピ。 岡山県倉敷市出身だが、母方の実家のある北九州市で生まれており、二人は同じ病院で出生している、安倍が30分早く生まれていたという、内野守備外野守備、ありがとうございます。